ワン・チュアン・アンは中国の映画監督、中国映画界の第六世代の監督として知られる。1991年に北京電影学院を卒業後、1999年に長編、月で映画監督としてデビュー。翌2000年の第22回モスクワ国際映画祭に出品され国際映画批評家連盟賞を受賞。また、同年には、 月に主演した女優優男と結婚。以後、男は、チュアンアンの作品に欠かせない存在となる。2004年に制作した二作目の、は主演の男に、多くの賞をもたらした。2006年、内モンゴル自治区を舞台に、下半身不随となった夫と二人の子供を支える、女性の姿を描いた、トゥヤーの結婚を発表。翌2007年の、 第57回ベルリン国際映画祭に出品され、金熊賞を受賞。シカゴ国際映画祭でも審査員特別賞を受賞した。2009年のクーニャンは、モントリオール世界映画祭で審査員、特別グランプリと、国際映画批評家連盟賞を受賞。また、同年には10年間連れ添ったユーナンと離婚。2010年、中退分断から40年ぶりに再会した夫婦と、 その周囲の姿を描いた再会の食卓を発表。第60回ベルリン国際映画祭のオープニング作品として上映され、脚本賞を受賞。トロフィーはこの年の審査員を務めた元妻の優男から手渡された。翌2011年の白録原も第61回ベルリン国際映画祭のコンペティション部門で上映された。同年には白録 原に出演した女優のキキちゃんと結婚したが、2015年に離婚している。ありがとうございます。